皆さん、おはようございます。今日は N3 の文法、何々っておくをもう少し勉強します。会議の前に資料を確認しておきます。資料、OK。資料、オッケー。先週勉強しました。何かの前に準備をしますと言いたいときに、何々っておきます。この文法を使います。会議が終わりました。会議が終わりました。電気を消しておきます。電気を消しておきます。会議があります。その前にどんな準備をしますか？これを言いたいとき、でおきますを使います。会議が終わりました。その後、何をしますか？言いたい時にも、ておきますを使います。会議が終わりました。電気を消しておきます。ておきます。こちらは動詞の定型を使います。1。会議の時、皆さんお茶を飲みました。コップがあります。会議が終わりました。テーブルの上を片付けておきます。テーブルの上を片付けておきます。2。ごちそうさま。食べ終わったらお皿を食洗機に入れておいて。食べ終わったらお皿を食洗機に入れておいて。3。このマイク片付けますか？午後のセミナーで使うので、そのままにしておいてください。このマイク片付けますか？午後のセミナーで使うので、そのままにしておいてください。そのままにしておいてください。このように、そのままにします。つまり、何もしなくていいです。と言いたいときにも使います。4。今、12時半です。日本語の勉強が終わりました。先生、窓を閉めましょうか？開けておいてください。換気したいので。窓閉めましょうか？開けておいてください。換気したいので。5。ねえねえ、この箱何？ゴミ？そうそうそう。それはそこに
置いておいて。それはそこに置いておいて。練習します。皆さんも文を作りましょう。1、パーティーが終わりました。で、置きます。2、この、片付けますか？いいえ。で、置いてください。今日はこれで終わりです。また来週。